アフリカオ,オヤスでは、節足動物もターシアモニアスデツなヒキツリヤスデモク、ヒキツリヤスデカに属するヤスデの一種。和名が示す通り、南西アフリカに生息する。世界最大のヤスデで、体長は20から30センチメートルほどにもなり、最大で30センチメートルを超えるほど、巨大になる。黒い体色と、関節部分と、足、触覚部分が赤いのが特徴。 日本最大の八重山丸安での3倍以上にもなる巨体と色合いは迫力がある。タンザニアオ,オヤスデという種がいて同じように世界最大級の安デとなっているが同種なのか別種化は不明。こちらの方が体色がより黒目である。他にもセーシェル諸島に生息する大オ,オヤスデも最大で30センチメートルほどになる巨大種である。 熱帯雨林の底部に生息し、土の中や朽ち木の近辺に住み、また木に登って、この葉を食べることもある。餌は主に落ち葉や、キノコなどの菌類、それに、動物の死体や果実など、口に入るものなら何でも食べる。その襟好みをしない植生のレパートリーの幅広さで、巨大になったとも考えられる。性質はおとなしいが、身の危険を感じると大切な赤い部分により悪臭を、 放つ毒液を出して身を守る。寿命は数年ほどだとされる。最大の安出であり、野菜や肉類、昆虫ゼリー等、食性は何でもあれという具合なので、安出の中では比較的初心者向けであり、人気種となっている。腐葉土を厚めに敷き、湿度のある環境にし、そこに餌となる有機物を置く。安出の中では、 比較的活発に行動し、多くの餌を食べる。ありがとうございます。